1883年11月20日没、1836年、鹿児島で誕生、1853年、島津成明の養女となる、1856年、13代将軍徳川家定の正室となる、1858年、夫の家定が亡くなる、徳川家茂が14代将軍となる、24歳で髪を下ろす、1862年、家茂と和宮が結婚。1867年、徳川家茂が亡くなる。徳川慶喜が15代将軍となる。1868年、慶喜は大政奉還をし、明治維新となる。裏では、彼女と和宮は徳川家救済に奔走。維新後も彼女は江戸に残る。慶喜の後、徳川家を継いだ徳川家達の教育を任される。大奥にいた関係者の面倒も見ていた。かなり金銭的にきつかったらしい。1883年帰らぬ人となりました。維新直後、徳川処分の際、位を剥奪されたが、1883年、従三位に復活する。彼女は誰？